まず去年被爆地で初めて開かれた G7 サミットについて聞きましたも。特にこの分断対立が進む国際社会の中で私たちはやはり何かまた再び寄って立つものをしっかり確認をしてよりどころとする考え方これをしっかりと確認して再び強調して、えー、この気候変動をはじめ 地球規模の課題にも向き合っていかなければならない。こうした再び国際社会が一致して協力する、まあよりどころをこの確認する、こういった意味で重要な会議だったと思います。よ、うん、りどころすなわちやはり法の支配、国際法をはじめとするこの法の支配に基づいて。 自由で開かれた国際秩序を考えていく法の支配ではなくて力によって一方的に現状変更を試みるこういった動きがあるけれどそういったことは世界のどこであっても許してはならないこういったことについて G7 のみならずインドやブラジルやインドネシアそしてウクライナのトップも広島に集まってくれたそして同じテーブルを囲んで やはり今言った考え方に基づいてやはり協力すべきことは協力すべきだということを確認したこのことは大変大変きな意義があったと思いますこれに加えて先ほど申し上げたように気候変動であったり AI であったり経済安全保障であったりあるいはエネルギーであったりこういったこの課題に向けて国際社会が協力をするこういった点も確認できた。 本当に歴史に残る幅広い意義あるサミットであったと思っています。ライフワークである核兵器のない世界については、私たちのこの、えー、その周りで、えー、現実あの核が開発されている。まあ北朝鮮による核やミサイルのまあ開発が 続けられているそして世界を見た,見た場合に、うん、核による威嚇なども行われているこの現実に対してやはり国民の命や暮らし本当に責任を持って守れるのか、まあ、こ,れこういった課題に政治はこの真剣に向き合ってそして、えー、責任を果たしていかなければならない。これはあ 厳しい現実だと思いますしかし同時にこれ未来に向けて核兵器のない世界を目指すという理想これは決して諦めてはならないと思いますこの現実と理想これは決して矛盾するものではありません政治の役割はですね、現実と理想これをどう結びつけるのかこの現実を理想にどのように導いていくのかこのロードマップをしっかり示すと いうことが政治の大きな責任だと思います岸田総理は今後も自らが提唱した広島アクションプランを実践していくとしています一方厳しい政権運営についてはこう述べましたまあ世論調査の結果等についてはあのまあ、厳しい声は謙虚に受け止めたいと思いますしかし、まあ、政治は結果ですので 経済対策についても今昨年総合経済対策日本の国がこの30年間続いたデフレの悪循環から脱却するために必要な政策これをこの厳選して議論を行いそして決定をしたこういった対策を用意しました。ぜひこの対策 これは裏付けとなる補正予算も成立をさせそしてさらには今年と令和6年度の予算も編成を行いましたこうした成果をしっかり示すことで国民の皆さんに政策についてもご理解いただきたいと思います。 そしてそれ以外も社会あるいは外交さまざまな分野において先送りできない課題にしっかりと責任を果たしていくそして結果を出していくこのことで国民の皆さんのこうした政府の取り組みについての理解を得ていくこれに尽きると思っています。 ししかしそれにつけても昨今この政治と金の問題を通じて政治の信頼が揺らいでいるこのことは深刻に受け止めなければならないと思います。政策の実行は国民の皆さんの信頼あるいは政治の安定があったればこそだと思います。だからこそ今言ったように 政策において結果を出すためにも政治の信頼回復に向けて私自身自民党の総裁トップとして先頭に立って今年は取り組まなければならない強く覚悟を決めています。